最近そのなんかスピリチュアルにめちゃめちゃハマってて、やばいね、なんか言ってることがマジやばいんだけど、やめよう、ちょっと怖くなってきた、この MC 滑るからやめよう、やめようということでね、私のこと初めて見るよって方どのくらいいらっしゃいますか？え、いない？え、本当に？はじめまして、はじめましてか。はい、ということでね、自己紹介をしていきたいと思うんですけども、私の名前はしきぶちゃんと申します。1994年12月7日生まれ、羽生結弦と一緒ですね。で、そうなの、羽生結弦としたのだから、占い行った時に、なんかあなたはコミュニケーションが軸になるから、なんかこうめげることがあるだろうけど頑張ってねみたいなことを言われて、頑張ろうかなって思ってる所存でございます。で、そうなんですよ、今年の目標はね、さっき勇気っていう風に言ったんだけど、もう一つあって、私自分のね、歌結構こう世の中への恨みつらみが多いんですね。以前勤めてた会社のパワハラのことだったりとか、彼氏ができないことだったりとかを歌ってるんですけども、それにお前はすがりつきすぎてるよっていうことをね、占い師に言われて、不幸じゃないとみんなが共感する歌を書けないんじゃない、書けないと思ってるんじゃないっていうふうに言われて、あ、そうかもしれんと思って、自分は25年間彼氏がいなくて、学歴もあるけど何も成功しなくて、ですごくひねくれてて、ってこの何ですか、人生が成功しないところが自分の良さだと思ってる節があるんじゃないかっていうふうに言われて、確かにと思って、今年はね、私は自分の意思をまっすぐ伝えて一生懸命ね、お歌を歌ってこうとね、幸せになろうと思ってる所存でございます。でね、私の曲でね、唯一世の中に対しての恨みつらみじゃない曲がありまして、それがね、グループアイドル辞めて一番最初に作った愛国心のロンドっていう曲が唯一世の中に対しての恨みつらみではなくて意見なんですね、自分の。これ何から引用してるかというと、大学時代私法学部だったんですけど、法学部の時に書いた卒論、ネット右翼とは何かみたいな卒論を書いたんですけど、そちらの曲をね、当時ね、ソロアイドルになって何歌ったらいいかわからないってなった時に、あ、じゃあ卒論のことを歌えば今自分が一番思ってることだなと思ってね、曲にしました。でね、アイドルというものはですね、曲がもらえるとオリジナルのミックスを入れたくなるわけなんですよ。でね、私もね、約2年前考えました。地区欲といえば政治家、政治家といえば自民党、自民党といえば首相がいっぱいいる、あれハトミックスの方に置いてきちゃった、まあいいや、持ってください。こちらをね、入れていただきたいんです。あーパンパン、まだ行かない、いつ行くの、今でしょ、あーしゃー、行くぞ、ハト、違う、アメ、アソ、田中、ミキ、ヤス、モリ、内閣改造でお願いします。でね、楽屋にもう一個紙を置いてきちゃったんですけど、ハトミックスというミックスをね、アウトロに入れてほしいわけなんです。あーパンパン、まだ行かない、いつ行くんでます、あーしゃー、行くぞ、ハト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 、ここでお願いしますはい、ということでね、1曲目いってください、愛国心のロンド。どうしよう、あ、これ喋った方がいいかな、喋、あ、はい Bye!、Ah!
っとさ、なんかネットの言葉とかを鵜呑みしてこのことを話してきたので、そういう現象が私はなくなると思ってこの曲を聴きました。最後にさせていただきます。僕が進む大学に入ったんですね。ということで、そういう気持ちを歌った曲です。聞いてください。学歴で恋をさせてくれ。あれ、もしかして、終わった？CD 死んでる。待って、どうしよう。頑張って歌います。それでは聞いてください。学歴で恋をさせてください。
空回りをしていて、気がついたら会社に行けなくなって電車に乗れなくなってました。聞いてください。8時55分完璧なスタッフが自分が2018年、2019年全てを失って、仕事を辞めてお金も失って、初めてのワンマンライブをやりました。辛かったです。ワンマンライブするまで何が辛いって、集客できないんですよ。もっと自分はたくさんの人に誕生日を祝われるはずだ、そういったね、あの謎の自分への自己肯定感というか、空回った自分への愛情というか、そういったものがね、あの生誕ライブ非常に苦しい思いでした。それはね、あの25歳の誕生日だけじゃなくて、小学生の頃から、小学生も自然発生的に自分は誕生日会が生まれてくる人間だと思ってたけども、そんなことはなくて、自然発生的には誕生日会生まれず、お願いして誕生日会してもらったり、中学生は記憶がなくて、高校生はミクシーで誕生日なんだよっていうことをめちゃめちゃ言ってメッセージをもらったりとか、大学生は
私人から愛されてるんだ、そういうことをね人に主張したくて、ツイッターのねおめでとうのリプラ全部リツイートしたりとかしてました。そういったね時に思ってた誕生日に対してのね辛い気持ちの曲です。聴いてください、誕生日つらい。曲なんですけど、今まで人生が辛い辛いって嘆いてたんですけど、目の前のね幸せを一つ一つ見つめて、あの自分認めて、今年1年ね幸せをほん愛されてるんだなってことを実感して頑張っていこうと思います。今年も一年よろしくお願いします。キムちゃんでした。